かりませんけど。マスターがどうかされました？さあ、覚えていませんが。兄ちゃん、やめて！キリュウ先輩は悪い人じゃないの。分かってる。お兄ちゃんの気持ち、私にだって分かってる。けど、キリュウ先輩は、先輩は。
これで関係者は揃ったわね。始めてくれる？舞波くん。魔法っていろいろありますけど、私みたいに絵として作られるものってとっても珍しいんです。当時、管理局から通達を受けて私が調べた限りでも、桐代君の魔力の上昇が異常であることはすぐに分かったわ。桐代君はあなたにとてもよく似ていたの。そう、姿形も、そして性格も。あなたと桐代君の違いがあるとしたら、彼が得意とし依存したものが魔法だったのに対し、あなたの場合は音楽だった。ただその一点だけでしょうね。そう、お前はあの人に似ている。確かにお前はあの人に似ている。だけどお前はあの人じゃなかった。お前の生き方も
お前の価値観、あの人とは全く違う。私にはそれが。違う、そんなんじゃない。私は それはできないわ。霧代公はもうこの世にはいないのよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。
話して、私が変わるから。まだ麻酔症は残ってるんですけど。それがどうかしたの、霧城さん。さっきの化け物みたいなの、きっとこの麻酔症のせいかなんかですよね。ええ、多分そんなものでしょうね。だったらこの麻酔症の力を封じちゃえばいいんじゃないんですか。ダメよ、静寂が人質になっているし、もし異空間に囚われているとしたら、あの化け物の力なしではこっちの世界に来れなくなる可能性もあるもの。何かいい方法があるのか。聖者さんが消える直前に中庭に来いって言ってたんですよね。あそこなら罠張れますよね。そうか、そういう方法あるわね。この学校の中庭の地下に強力な魔力を持つ施設があるの。だってヴァンパイア族が聖堂を利用するなんて変でしょ。でその地下聖堂の持つ聖魔力を使って、聖者さんが出てきた時に中庭に結界を張るんです。もちろん結界自体を張るのは私たちだから、そんなに長時間維持できるものを張ることはできないでしょうけどね。あとはその瞬間を狙って麻酔症を風魔結界で封じてしまえば。いいえ、難しいわよ。